金曜日です。今は朝の6時ですね。今ね、これ配達に出たとこですが、これで今年の私の最終便になります。今年のラストランですね。やっとこの便が来たかなっていう感じでね、走ってます。さすがにね、今日はね、大晦日っていうこともあって、もうずっとね、夜中から車少ないですね。昨日は多かったんですけど、今日はね、やっぱり大晦日なんだなっていう感じがします。で、まあ一応ね、昨日の夜からすごくね、大阪は風が強いんですよ。で、まあ天気予報では今日のこの朝の時間帯に、まあ、もしかしたら雪が降るかもっていう予報だったんですが、まあ、今んとこね、風は強いけど雪が降りそうにないので、まあ良かったなと思っています。で、今日はね、2画面ではありません。で、また来年からね、2画面で行こうと思ってますけど、実はね、これ見てもらってて分かるように iPhone 変えたんですよ。で、前まではその、iPhone は iPhone6 と8を使ってたんですけど、新しくね、ちょっと今回買い替えました。で、まあ普段のね、トラックとかそういう撮影に出るときは iPad をね、持って出てるので、まあ、画質とかはある程度良かったんですが、やっぱりこのひょうちゃん日記に関してはやっぱ仕事中に撮ってるので、ちょっとね、iPhone8 の方で撮影をしてることが多かったです。で、8の方がストレージがいっぱいの時は iPhone6 で撮ってたので、どうしても画質が悪かった、で、そういうのもあって、まあ、今回ね、まあ、他の面での撮影でも使えるかなっていうことで iPhone 買い替えたので、まあ、ちょっとだいぶね、綺麗に写ってるかなと思います。まあ、今日ね、初めてなので、まあ、もうこのままでね、できるだけ編集なしで今回はアップしてみようかなと思います。で、あとはね、もうこの走りながらでとりあえず行ってみて、今までね、よくこのひょうちゃん駅見ててもらって分かったのが、ブレが多かったですよね。で、ある程度これは多分ブレがね、ブレ機能がついてるので、どの辺までその辺がブレのね、修正が効くのかなとかいうのもあって、まあ、今回はね、もうほぼ加工なしで行きますね。で、本当にね、もう今年もね、もう今日最終、このひょうちゃん日記で今年最終になります。で、本当に、まあ今年入ってからね、このひょうちゃんのトラック Vlog、新しく立ち上げて、まあ今はね、もうほとんど、もうほぼ前の YouTube ひょうちゃんの方はアップしてないんですが、まあ本当にね、もうチャンネル登録していただけて、ほんで見ていただけて、ほんで、たくさんの方ね、コメントもいただいて、やっぱりね、たくさんの皆様に支えられて、なんとか、まあ、今年もやってこれた、ここまで来れたっていう気がします。だから本当にね、感謝しています。で、本当はね、まあ、2画面とかでね、ちゃんとお礼とかもって思ってたんですけど、まあ、ちょっと今回はね、この画質とそのブレをちょっと見たかったので、まあ今回初めてなんですよ、この iPhone 使って撮影するのがね。で、まあこれ見ててもらって分かるように、今まではね、その前の運転席の前に、まあ言うたら iPhone 立てかけた状態で撮影をしてたんですが、まあちょっと今回ね、もう本当に小さいステイみたいので、まあ一応固定して撮影してるので、まあその辺はね、ちょっと前に比べるとやっぱ距離感が違うかなっていうのはあります。だから前の時は本当にね、前の時と同じこれ車間距離で走ってて、車間距離で止まってるんですけど、もっとなんか圧迫感ありましたよね。こう信号待ちで止まる時もわーって来る感じがするって言われてる方もおられましたし、だからまあちょっとね、これで撮影をしていこうかなと思います。ただまあちょっとね、今ちょっとあまり気にならないかもしれないですけど、右下のところにちょっとステイが映ってるのがちょっと腹立つなと思うけど、まあそんなに高いね、ステイを買わなかったので、まあ仕方ないかな。まあほんでね、まあそれは本当の雑談ですけど、まあ本当にね、でも今年1年ね、本当にありがとうございました。で、昨日かな、終わって、この間の大阪の
あの市内の方ね、ずっと阪神高速から御堂筋にかけてデコトラパレードを行ったね、映像をお送りしましたが、やっぱりね、あれもね、ちょっとね、あの iPad での設営だったので、まあ、やっぱりブレとかもあったし、でまあちょっとあの時はたまたまもう本当にブレるから前のガラスにほぼくっつけた状態で撮影してたので、まあ、結構ね、あの曇りとかも気になりましたよね、雨が降ってたのでね。だからそういうのでもやっぱりまあこの iPhone があれば、まあ、iPad と iPhone2 台で行けば、まあ、その時その時の撮影ができるので、まあ、来年はねちょっと今年よりももうちょっといいものをお送りできたらと思っています。もうせっかくね、もうたくさんの皆様に見ていただけてるので、やっぱりね、ちょっとでもね、迫力のある綺麗なもの、そういうのをお届けできたらなって思いますね。まあ、本当にね、またね、今日私もこの便を走って、多分まあ8時ぐらいかな、多分仕事終わりになると思います。で、今日の夜は、一応ね、まあ、近場ではあるんですけど、ナイトミーティングじゃない、カウントダウンの方ね、あちらの方に行こうかなと思っています。本当はもう今年はね、本当はこの31日お休みにしてたんですよ、仕事っていうのが、前からねちょっとお声かけいただいてたので、埼玉の方までね、歌丸会のカウントダウン行きたいなっていうのでちょっと計画してたんですが、ちょっとこの間の寒波、そして、今日ね、この大晦日からお正月にかけても結構大寒波が来るっていうような予報が出てるので、まあ多分ちょっとね行くのが厳しいのかなっていうのがあってね、やっぱりどうしても名神とかね、ああいうのでもすぐ止まるじゃないですか。だからもう今回はねちょっと本当は行きたかったんですけど、ちょっとそのカウントダウンの場所は変更しています。だからまあ今日はまあこの後仕事終わって一旦帰ってからまあ準備をして、まあ近場のね、カウントダウンの方に行こうかなと思ってます。本当雪だけね降ってほしくないなっていうのはあるんですけどね。だからまあそれはまた年明けにお送りできたらと思っています。まあその辺ね、またちょこちょこですけど、まあ私的にまあ、iPad を使ったりこの iPhone を使ってみたり、まあ、ちょっとね今までと違った、撮影で編集をしていけたらなって思いますね。じゃあ、そんな感じかな。まあ本当にね、もうこれアップされてる頃っていうのはもう夕方6時ぐらいなんで、もう皆さんね多分年越しそば食べられて、まあゆっくりとねお家で過ごされていたり、まあ早い方やったらね初詣に向かう車の中とかいう方もおられますよね。もう本当にね、良い年越しをねしてください、ね、で本当に今年もありがとうございました。でまあ本当にね、まあいろいろね、もう本当にいっぱいね喋りたいことがあったんですけどね、実際走り始めると何がいいんですかね、とね。あ、ほんでね、あれね、今日ね、朝というか、まあ、夜中からね、結構みんなとやり取りしてるんですけど、今年なんかあれですね、年末からお正月にかけて、なんか、去年までと違って、ガラッとテレビ番組が変わっちゃいましたね、なんかね。だから今まで、毎年見てたのが、なんか年末もお正月もないなっていうのがあって、やっぱりなんか、人それぞれ、言われることは違うけど、やっぱりコロナの影響とか、まあ、そういうのもあって、まあ、撮影ができないとか、まあ、いろいろな問題があって、なんかそういうのが番組が変わったのかなみたいな話をされてる方もおられましたけどね。まあ、ちょっと残念だなっていう気はしますね。まあ、またね、その辺もあれだね、楽しんでいけたらいいけどね、また新しく始まったやつもね。まあ、でも本当にね、もう良い年越しをしてください。で、多分この大阪もね、今風が強いですけど、まあ下手したらその予報通り、もしかしたら雪がね、パラッと降るかもしれません。で、今日の夜から明日にかけても結構マイナスになるっていう予報になってるので、かなりね、元旦、冷え込むと思います。だから本当にね、このお正月をね、皆さん温かくして過ごしてください。で、まあ、このひょうちゃんのトラック Vlog は一応来年1日から一応アップ予定ではありますけど、一応今のとこね、
5時台のトラックとかね、まあそういうのオンリーで行こうかなと思います。1月はね、ちょっとやっぱりあの今年はね、なんかやっぱりなんて言うんだろう、なんかすごく雪が多いですよね。でこの先ももしかしたら降るかもしれないみたいなあの予報が出てたりとかするので、だからまあちょっとね、あの撮影に行ける、回数が減るのかな。でやっぱり1月2月はねちょっとイベントとかも少ないので、また3月になったらね、あのあちこちであのイベントとかも行われますので、またねあのそれぐらいになったら今までぐらいのペースで、まあ5時と7時とかにアップできたらいいかな。でまあ今日はね、昨日と今日と、まあ私の方もこれまあスーパーの配達してるんですけど、非常に物量が多かったです。でまあ年明け一発目は多分多いと思いますけど、まあ1月2月、まあある程度物量も普通になるのかなっていうのがあるので、まあ一応その1日1本のトラック、そしてまああの時間があるようでしたらまたこのひょうちゃん日記などで、ね、あのアップしていけたらと思います。だから本当ね、11月12月とちょっとリクエストいただいてもひょうちゃん日記がアップできないみたいな状態が続いてましたが、まあ、本当にね普段ねもう本当大したことは話してないんですけど、まあ1月2月はまあひょうちゃん日記もちょこちょこいけるかなと思っています。まあその時はねまたよかったら見てあげてください。では本当に今年もねありがとうございました。そしてあの最後まで見ていただけてありがとうございましたね。もう本当に皆さん良いお年を迎えてください。それではまあ今日はねもうこの辺にしておきます。じゃあまた会いましょうね。また来年ね。じゃあね、バイバイ、ありがとう。